は、津島型総海艇は、海上自衛隊の中型総海艇の関球。海事で初めて自走式の機雷処分具を搭載した総海艇であり、四次防末期から61、中規模にかけて、合計で23隻が建造された。海上自衛隊では、第三次防衛力整備計画で整備したた、上型総海艇において、 イギリスのアズディック193型及びその技術を導入した ZQS- に機雷探知機を搭載して機雷相当能力を導入した。しかし同型をはじめとする機雷相当技術導入直後の総改定においては、いずれも機雷処分は水中処分員に依存しており危険が大きかった。このことから遠隔操縦による自走式、潜具式の機雷処分具によって 嫌い相当の危険性を低減することが求められるようになった。これに応じて第四次防衛力整備計画における中型総改定は相当能力のさらなる向上を図ることとなり、これによって建造されたのが本型である。本型は昭和50年度計画から同62年度計画までの13年間にわたって23隻という多数が建造されているが、 順次に改正を受けており、17隻の原型、4隻の改め1型、2隻の改め2型がある。設計は、基本的には 42MSC のものに基づいて、機雷処分具の搭載、運用や、上部構造物拡大に伴う風圧側面積の増大、重心上昇に対応して拡張したものとなっており、基準排水量にして60トンの大型化となっている。 また 62msc ではさらに50トン、大型化しており、下院居住区のベッドを二段式に変更するなど、居住性改善が図られている。使用樹種は下記の通りで、42msc と同一である。また環境保全の観点から、従来の原則廃棄に変えて煙突が設けられているが、この煙突と燃料タンクは、ガラス繊維強化プラスチック製とされている。主機関は、 当初は四十二 m s c と同じ三菱製にサイクル十二気筒の十二 z c 十五二重型であったが、六十 m s c 以降では四サイクル六気筒の六 MTAI に変更された。これは、同社の SU 系列ディーゼルを非筆制化して、技術研究本部が九百八十年から九百八十三年にかけて開発したもので、重量、全長は十二 z c 十五。 20より大きいが、部品数の大幅減少に伴い、信頼性、耐久性、整備性の向上及び燃費低減が図られており、後の自衛隊ペルシャワン派遣において、進化を発揮した。総開発電機は、当初は 42MSC と同じ 10ZC15、202型2機であったが、60MSC 以降では、主機と同様に 6MTK2 型1機に変更されている。 また主発電機は、当初は8 0ット3機であったが、62MSC 以降では2 0 0ット2機とされている。海上自衛隊クレ資料館には、下記のはツシ型総海艇の相当、総海装備が展示されている。機雷探知機としては、42MSC と同じく、ZQS-2 機雷探知機が搭載された。これは、 イギリスプレッシー社のアズディック193型を参考に技術研究本部が開発したもので、機雷探知用として 100kHz、機雷類別用として 300kHz を使用することで、目標を探知するとともに確実に機雷と類別できるようになっていた。対水上捜索レーダーとしては 40msc 以降及び 42msc と同じく X バンドを使用して、 分解能に優れたオプス -9B とされている。75式機雷処分具 S-4 蒸気の通り、本型では新開発の75式機雷処分具 S-4 が搭載される。これは、鎮定機雷の相当を行う優先式の遠隔操作無人探査機であり、技術研究本部によって1968年から1972年にかけて開発された。 円盤型の機体の後方には2機の可変方向式スラスターを有しており、また機雷処分用として、仮面の断層に処分爆雷2型を収容でき、これを海底の機雷に向けて投下して破壊する。71式音響グスマイナスになお、機雷処分用として、当初はエリコン 20mm 炭装機銃を搭載していたが、53MSC 以降では、 JM61M20mm 多重新基準に変更された。また総会具の要工用としては、定備無限に総会用クレーンを有するが、60MSC 以降では新しい中尾レシキのものが用いられている。1990年代半ばから総会艇からの除籍が始まり、このうちの6隻が二位自型総会完成艇に転用されている。ありがとうございます。